インターネットテレビウィル増刊号編集長の山根です。本日は西尾一友さんをお招きしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日の産経新聞を見ていたら、一面広告がありまして、そこに今西岡先生の名前があったんですが、これですけれども、ブルーリボンバッジをつけよう。はい。という、一面広告なんですね。で、特にですね、12月の10日からの1週間が、北朝鮮人権週間で、これは法律で定められてるんですね。だから、ブルーリボンバッジは政治活動ではないと、すべての閣僚、国会議員、地方議員、知事、市長、全部つけてくださいと。はい、いうお願いの意見広告であります。今ブルーリボンバッジ裁判というのもあるじゃないですか。法廷でブルーリボンバッジつけちゃいけないのかみたいな。そうなんですよね。あれもおかしな話ですよね。だからここの意見広告にもですね、司法関係者にも着用してもらいたいというふうに逆に書いたんですけど、つまり人権週間の法で定められた活動の一環ですからね。いや富士住宅という大阪にある住宅会社の今井会長が、別の裁判、これは話す時間がないので言いませんけど、別の裁判で、法廷に出廷しようとした時、裁判長がブルーリボンバッジを外せという命令を出したと、でそれは私の信念に反すると、で争いになったわけですけれども、それで人権問題のブルーリボンバッジを裁判長の法廷警察権とかいう、権限で外せということ自体おかしいじゃないかと言って別途裁判を起こしたんですね。そして不肖私も救う会会長としてですね、補助参加者に、なりたいと申請を今しているところです。つまり原告ではないけれども同じような利害関係があると。まさに私が会長している救う会全国協議会がブルーリボン運動を提唱し、今ブルーリボンバッジの着用運動をしているところですから、それをしてはいけないというのは、我々の運動あるいは人権問題に対する無理解ではないか、総理大臣がじゃあ出廷したらどうするのかと、岸田さんに外せって言うのかというおかしなことが行われているということなんですけれども。11月13日にですね、岸田総理にも出席してもらって1年ぶりに、北朝鮮拉致被害者全被害者の即時かつ帰国を目指す国民大集会というのをやったんですね。そこでも申し上げたんですけれども、チャンスは来てると思います。その理由は北朝鮮情勢です。制裁が効いている。北朝鮮の内部矛盾が高まっているということなんですね。で、西岡先生、前回登場いただいた際に、臨時通貨天平が発行されていて、でそれがいわゆる中国との今貿易が止まっている状態で相当苦しくなってるからっていう、スクープをいただいたじゃないですか。であのスクープね、実は私ちょっと自慢なんですけど、韓国の国家情報院、昔の KCI ですよね。国家情報院の院長が定期的に韓国の国会の情報委員会に来て、秘密会で北朝鮮情勢ブリーフィングするんですね。で私がここで伝えた後ですね、2週間ぐらい後に、韓国の国会で、その情報委員会が開かれて、トンピョーが発行されていると、これは一部報道されたような外貨を吸収するためのものではなくて臨時通貨だと。中国から紙が輸入できなくなってペラペラの紙で紙幣が臨時通貨が発行されているという私の主張と同じことを、もうそれ膨大な予算をかけて北朝鮮情報を取っているところが後付けしてくれたと、そこで私一言言いたいんですけれども、今度の号のですねウィルで、まだ出てませんから、11月26日発売ですね。そうですね。書いたんですけども、私の連載でですね、そのトンピョーはペラペラの紙なのでですね、コンピューター使うと偽札が作れちゃうと。それでもうトンピョーを発行するときにトンピョーについてという解説文書も出ていてですね、それはマル秘の文書だったんですけど、私それを持ってるんですが、その中にいや偽札が出かねないと、だからここのところの模様を確認すると偽札かどうか分かるとか、はい、そういうことも書いてあって、そして偽札を見つけたらすぐ当局に届け出るようにというのが当初から書いてあったんですけども、でも偽札が今多量に出て、9月に発行されて10月末に発行を中断したと。だから韓国の国情院はまだ中断したって情報を持ってないんじゃないかと、私の方がまだ一歩先を行ってるというちょっと自慢をして、ぜひウィルを読んでくださるとですね、韓国の情報院より早く北朝鮮情報が入手できるかもしれないと、今後も頑張りますんで、世界で一番最新かつ正確なね、そうですね、情報を、まあだから月刊誌は月に1回なので、山田さんに頼んで、私これ持ってきたって言ってここでやらせてもらったんですね。逐一スクープがありましたらまた持ち込みいただければと思いますが、で前回登場いただいた時にもう一つ話があったのが、今キム・ヨジョンとキム・ジョンウン、この権力構造がこの2つに分かれていて、けどもやっぱりキム・ジョンウンの健康状態なんかもあって、今キム・ヨジョンがいろんな政策を権限を大きくしているという話だったじゃないですか。それも変わらず、そうですね、より一層キム・ヨジョンの側に権力が移ってるというか、まあもちろんジョンウンが決裁してヨジョンに権限を与えてるんですけどね、だから対立しているという構造ではないんですけれども、そもそも唯一指導体制といって唯二じゃないわけですね、唯一なんですね。一人であるべきなんです、首領というのは一人なんですね。ところがなんで二人者が出てくるのか、それもだから息子ならばね、代を継いでということで分かるんですけど、妹っていうのは年が変わらないわけですよね。権力が二分するということで絶対それは普通はしないんですけれども、なぜそうなってるかというと、やっぱり金正恩氏の健康が良くないということです。今日本にいてもいろんなニュースを見ていたら映像画像が出てくるじゃないですか。やっぱ明らかに日に日に痩せていく様子がなんか別人なんじゃないかって思うぐらい姿変わり果ててるんですが、日本を含む西側の情報機関が、映像がたくさん出てますからね、それを使ってかなり精密な分析をしたところ、偽物ではないという結論が出ているというふうに聞いています。ところがですね、私最近聞いたのはですね、平壌でやっぱりあまりにも痩せてるからでしょうけども、あれ偽物じゃないかという噂が流れてると。まあ思われても仕方ないですよね、あれは。でやっぱりその韓国のYouTube の専門家の人たちとかですね、そういう人たちが偽物説今言ってるので、それが逆流してるんじゃないかと思うんですけども、でも急激に痩せてきてるのは間違いないですよね。でそれがじゃあなぜなのか、ただ顔色とかそんなに悪くないように見えるんですけども、でも、韓国の情報機関はダイエットしたって言ってるんですね、でもダイエットっていうのは食べるのをやめて運動するってことじゃないですか。あの男が運動するとはちょっと思えないし、それに体重で運動したらですね、足がやられちゃいますよね。だからそれなのに5月に1月出てこなくなったら、まあ、10キロから20キロぐらい痩せたと言われてるんで、それは相当の絶食をやったのか、それでも相当病気なのかっていう、でも韓国の情報機関は健康のためにダイエットに成功したと言ってるんですけども、私が聞いたのはですね、これは前書きましたけども、胃を切除するダイエットをやったと、糖尿病の数字があまりにも、高くなってしまってインスリンも効かなくなって、これ以上この体重を維持してたら糖尿病が悪化して、副作用がどんどん出るということで緊急避難的にダイエットをすると、でも運動とかそういうことはもうできないので、本当に肥満の人にはそういうことを日本でもやるんだそうです。で、内視鏡で手術したと。だから手術自体はそれほど難しいものじゃなくて、成功した。ただし北ではその技術がなくてですね、中国の医者を呼んだというふうに言われています。その情報の内部につながる筋から聞いたんですけども、そうすると胃が小さくなりますから、1回食べられる量が減るわけですね、入らないわけで、例えば王監督が胃がんになった後急に痩せましたよね、そういうことが起きているのではないか、だとすると急激に痩せてるっていうのは分かると。今キム・ジョンウンがこの表舞台に出る時って、やっぱりイベントとか、そういうのがない限りは基本もう自宅にいるわけですよね。まあなんかね、本当にキム・ヨジョンが金正恩の健康状態についての秘密を徹底的に管理してて、で中国が先嫉妬したと言いましたよね。だから、一度脈を取ってるわけですね。で中国はものすごく気にしてるというんですね。だから徹底的に秘密にしてると、特別な別荘を平壌にどこ作ってですね、どこにいるか分かんないようにしてるという話を聞きました。一方ですね、最近アメリカの国防部が報告書を出して、中国の人民解放軍が中朝国境で頻繁に軍事演習をやってると、それは北朝鮮の内部情勢が不安定だから、何か起きた時に大量の難民が出るかもしれない、それを抑えるということと、それから、混乱した場合には親中政権を作りたい、あるいは大量破壊兵器を確保したい、というような目的で中国人民解放軍が演習をやってるという報告書をアメリカの国防部が出したんですね。だから中国は内部矛盾が高まっていて、で金正恩の健康も不安なので、ヨジョンでは持たないんじゃないかと、持たない可能性もあるということで緊張して軍の準備をしているということですね。そういう点でも、繰り返し言ってきましたけれども、そして先ほど言った拉致の後期が来ているという根拠としてですね、内部矛盾が高まっているということです。でやっぱり気になるのがやっぱり拉致問題という時に、今はそのトンピョを発行せざるを得ない状況で、キム・ジョンの健康問題もありますと。でそこでやっぱり今回のそのコラムで、その苦境を脱する方法として、対日接近というのが検討されているということなんですが、そうですね。だからそれも多分、まだどこでも書かれてない話だと思いますけども、もちろん、権力中枢部の話ですから、北朝鮮はその誰かに、取材を許してね、公開するとかいうことはないですから。その情報を取るのは大変なんですけども、私の信頼できる筋から聞いた話によると、キム・ヨジョンを中心にして中国は頼ると介入してくると、で親中政権を作ろうとしてくると。で金正恩からすると中国の介入は防ぎたいと、中国との間の緊張関係があるんですね。そういう中で韓国は大統領選挙がありますから、次どうなるかわからないと。で日本かアメリカ、でもアメリカとトランプとやってうまくいかなかったわけですね。で日本はお金を出すと言ってるわけです。小泉訪朝の時に、裏で100億ドル、1兆円の ODA を出すと約束したと言われています。これは当時、小泉訪朝の時に平壌にいて、そういうことを聞ける立場にいた複数の脱北者の人たちが今韓国に来て証言していますし、一番新しい情報では今国会議員やってるテ・ヨンホさんというですね、イギリスの講師やってた人も韓国に亡命した時、100億ドルというふうに聞いたと言ってるんですね。だからそのお金を取ろうというふうにヨジョンが考えている。しかしその場合にですね、2002年に横田めぐみさんたち8人を死んだと言っちゃったんですね。でも日本は横田めぐみさんたち8人を含む我々は全被害者の即時一括帰国と言ってるわけですよ。一括と言ってるんですね。何人かだけ、つまり秘密を少ししか知らない、日本政府が認定していないような人を何人か返して、それ以外の人については継続調査をすると、そのために日朝合同調査委員会を作りましょうという話を実は田中議員氏が、主張しており、石破茂、自民党の総裁候補、今回じゃなくて前の総裁選挙とその前の総裁選挙で安倍さんと争った時に、そのような合同調査委員会を作る。そして長くかかるから平壌と東京に連絡事務所を作るという田中金案を公約にして安倍候補と争ったのが石破茂さんですけども、そういう人たちの言うような部分的な帰国ではダメだと私たちずっと言ってきたんですね。でちょっと話になるいいですか、もう少しだけ言わせてほしいんですけど、実は今回の、総選挙の時ですね、産経新聞がいい仕事をしてくれて、各党にですね拉致問題でアンケートを取ってくれたんですね。で家族会救う会が主張している全被害者の即時一括帰国という主張に賛成かと、そしたらですね、共産党まで含む主要政党が全部賛成だと、自民党は公約書に即時全被害者の即時一括帰国とそのものの表現書いてるんです、まあ立憲も賛成したし、維新も公明も国民民主も賛成したし、共産党も賛成してるんです、賛成しなかったのは社民党と令和と NHK だけで、まあ 10人もいないとこですからね、主要政党は全部賛成したと。つまり先ほど言いましたように8人死亡と言ってしまったけれども、8人を含む全員を一括で返さないと日本からお金が来ないということが権力中枢部に伝わっているから、権力中枢部で死亡と言ってしまったことについてどう弁解して生きていましたというのかと、一度言ってしまったっていうことをどう弁解するのかというようなことについて検討が行われていると、という情報を入手しました。で今その表向きには北朝鮮の公的な、立場としては拉致問題はすでに解決済みだっていうことなんですけども、もちろんこの水面下で今いろいろと動いていて、で小泉訪朝の時みたいに何かことが動く時は、まあ電撃的というかっていうことになるんですかね。まあ小泉訪朝の時もですね、前年の10月ぐらいからずっと秘密交渉をしていたんですね。で一切漏れなかったわけです、そういうことでないと大きなことは動けないということで、まあ安倍政権菅政権の時も北朝鮮と接触していたことは間違いないです、でそのラインはまだ残っているはずですから、そのライン接触点はあるわけですけども、向こうが決議しなくちゃなんですね、こちらは条件なしに金正恩委員長と向き合うと安倍総理がいい菅総理がいい、今岸田総理もそう言ってるわけですね。で金正恩側がそれに OK するかどうかした場合に日本側のどっかのパイプでじゃあ裏交渉しようという話になるわけで、接点はすでにありますから、まあそれ向こうが決断すれば動く可能性があると。その場合に、誤解されてもらっては困るのは、日本の中で即時一括帰国がもう主流なんだと、何人かを介してめぐみさんたちは死んだことを前提にして死亡の証拠を合同調査でしましょうなんていうのはもう通じないんですよと。いうことを発信して権力中枢部に教えなくちゃいけないと、でそれでまあ日本中でみんながバッジをつけて、めぐみさんたちが帰ってこなければ日本人の怒りは解きませんよと、有本恵子さんも田口八重子さんも松本留美子さんもみんな帰ってこなくちゃダメですと、一方的に死んだと言って証拠を出せなかった人たち、つまり厳しく管理しててね、死んだと言って証拠を一つも出せなかったんですから、そしてさまざまな生存情報がある人たちは生きているんですね、その人たちを返しなさいと。まあこの間の選挙で立憲民主党所属の現職国会議員だった人がめぐみさんたちはもう生きていないと言って公認を下ろされて無所属で立候補して惨敗しましたけれども、つまりめぐみさんたちが死んでいないと言ったら日本では選挙は受からないんだということも示しましたんで、この世論の盛り上がりを背景にして北朝鮮の苦境を活用して、なんとか今年か来年ぐらいに目処をつけたいと。やっぱりこれは私はもう菅政権の時からあるいは安倍政権の時から政府の世論の人たちに言ってるんですけども。パイプがあるんでしょうと、そのパイプを通じて伝えてほしいと。日本人がこの問題が解決したと思うのは親の世代の家族が生きている時に被害者が帰ってくることですよと、家族会ができて来年で25年になりますけれども、その創設メンバーの中で親の世代はもう2人になったと、横田早紀江さんと有本明弘さん、有本さんと横田さんがそれぞれ娘と抱き合うという姿を見せないで、まあちょっと言いたくもない話ですけど、有本さんや早紀江さんに何かがあったと、被害者が帰ってきても日本中は怒るだけだと、なんで親が生きてる間に生きてたのは返さなかったんだということになりますよと。そしたら1兆円などという多額の経済協力は吹き飛びますよと。だから北朝鮮にとっても日本のお金が欲しいんであれば時間は限られてるんですよというメッセージを伝えてほしいというふうに安倍政権、菅政権、そして岸田政権にも申し上げているところで、そういうことは当然やってくれてると思いますから、だから権力中枢部で8人をどうするのかという検討が始まっているのではないかと、そういう点で、水面下での動きがあっても表に出る時は突然出ますから、だから突然出る動きをなんとかいい方向に持ってくるためにも世論は怒ってると。コロナで表向きの活動をちょっと制限されていますけれども、だからこそこの12月10日からの人権週間でみんなでバッジをつけたいと言って意見広告を出させてもらいました。ご存知の方も多いと思いますが、ブルーリボンバッジというのはなんでブルーリボンかっていうと、この拉致被害者の方もこう今家族であり、この日本人、我々も同じ空、青い空を見てるっていう、これは思いが込められてるんですね。そうですね。あと、北と日本の間にある海の色とね、これ見てほしいんですけど、この、タラップから降りてくるね、5人の被害者の写真ですけど、実はブルーリボンをつけてるんですね。これは飛行機の中で永山京子さんやたちがですね、これ被害者救出のシンボルですって渡したらつけてくれたんですね。しかしよく見るとですね、金日成バッジもつけてるんです。ここにあるんですけどね、だから降りてきた時は金日成バッジとブルーリボン両方つけてたんですね。で5人が日本に残ることになった後ですね、あの年の12月にブルーリボンをつけたまま金日成バッジを外したんです、日本政府を信じて日本政府が子供を取り戻してくれるから日本に残るという決断を口では言わなかったけど、実は金日成バッジを外した時にしたんですね。もう金日成バッジを外しちゃったらもう北に帰れないわけです、でもブルーリボンをずっとつけてたと、当時はですね本当にリボンだったんです、これ見ても分かるように、本当にリボンを切ってつけてもらってたんです。でもそうするとですね、どんどんほどけてきちゃうんですね、こんな長くかかると思わなかったから、5人が帰ってきて来年で20年になりますからね。それで数年後にブルーリボンの形をしたバッジを作って、バッジ運動を始めて、今は岸田総理以下主要な関係者がつけてくれていると、12月の人権週間には全大臣がつけてくれるものと信じてますし、大部分の国会議員もつけてくれるんじゃないかなと思ってます。ということで、そうですね、政治家の方々にもその思いを伝えて、いつかこう電撃的に何か動きが、だからそうですね、担当者の総理以下、本当に担当者の人たちに頑張ってほしいというふうに思ってます。何か動きがあった時は、地上波メディアよりもこのビル増刊号を優先していただいて、レポートをよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ここにしかない新たな発見がある。サイエンス、テクノロジー、ネイチャー、ミリタリー、そしてドキュメンタリーの本格映像をお届けする「ガリレオチャンネル」。チャンネルのメインとなるのは、数々の受賞歴を誇るサイエンスドキュメンタリー番組の配信。あなたの知的好奇心を刺激するハイクオリティな作品を定期的にお届けします。ミリタリー&ドキュメンタリーからは、数多くのミリタリー、ドキュメンタリー映像の傑作を生み出したワック作品からえりすぐりの映像を順次配信。ミリタリー作品では、現代の戦闘機や艦船の有志だけでなく貴重な記録映像、ドキュメンタリー作品では環境・エネルギー問題から歴史トピックスまでを幅広くお届けします。日本ディスカバーでは、日本各地の美しい情景や人々の暮らし、そして通常は立ち入ることのできない非日常の映像を配信。その他、ガリレオチャンネルでしか見られないオリジナルコンテンツもご用意しています。ここにしかない新たな発見がある。ガリレオチャンネル。ご視聴とチャンネル登録をよろしくお願いします。